地質時代類代、ス四千五百、マイナス四千、マイナス三千五百、マイナス三千、マイナス二千五百、マイナス二千、マイナス千五百、マイナス千。歴史の本来の意味は、文字で記録された人類に関わる過去の出来事のことであり、文字で記録されていないさらに時を遡る人類に関わる時代は、戦死時代と呼ばれている。地質時代における、 各時代区分は地質年代とも呼ばれ、また地質年代は地質時代と同義にも扱われる。地球の年齢46億年長のうちで、有史時代は約100万分の1であり、地球の年齢の99.9999% 99 99は地質時代である。前述の地質時代の定義から、地質時代は地球の年齢から有史時代を除いた部分であるが、現実には、 有志時代の長さは、地質時代における誤差範囲よりはるかに小さく、有志時代は、新生代、第四期、関心与、名ガーラヤンに含まれる。各地質時代区分の開始年代は、何百万年前と表現されるが、その起点は、西暦2000年と定義されている。地質時代は、比較的情報量が多く研究が進んでいる、直近の、県生代、 県生代と比較すると、生物化石に乏しくなるが、微化石や生根化石などが、研究対象になる、県生代。生物化石はほとんどなくなり研究対象が主に、地層や岩石となる、太古代と、地球上で、岩石や結晶などの直接証拠が少なく月の石や隕石などの情報から推察されている、冥王代の四つの時代に区分されている。 地質学時表図138億年前の宇宙誕生から3分の2経過した今から46億年前に太陽系に地球が誕生した。この数十億年にわたる地球の過去を考察する場合、地球誕生から月の形成、海洋誕生、大陸の形成分裂、作り山運動、火山活動、巨大隕石の衝突、気候変動などの天文学的、 地学的な絶対年代区分とは異なった時代を発掘された化石や地層等から相対的に区分する手法が用いられており、これを地質時代と呼ぶ。この地質時代区分は地球史絶対年代とは異なるが、絶対年代上の重要事象の結果として多くの生物症の変化が起きたわけであり、地質時代と絶対年代に定義の差はあるが、相関性はある。地球の過去は、 岩石や地層の中に封じ込められており、幾重にもわたる地層には本のページのように地球の過去の事件やその時代の生物などが記録されている。これらの地層は含まれる岩石や化石の放射年代測定により年齢を推定することができる。こうして地層のページを紐解き、岩石という原子時計を測り、含まれる化石を乱すことにより、 地球の過去を知ることが可能となる。県世代の生物多様化と大量絶滅詳細は、古生物学及び、創除学を参照地質時代の区分は発見される化石によるため、各時代はそれら生物の時代ともいえ、その絶滅が時代を区分している。言い換えれば地質時代は、生物の繁栄と絶滅の記録である。一部の例外を除き、 各機の境界では大量絶滅が発生している。渦参照。詳細は地質学の歴史及び古生物学の歴史を参照。古代から中世にかけて原生生物とはかけ離れた化石の発見から古生物の存在や貝の化石が海から離れた場所で見つかることから現在の陸地が昔は海であった可能性などの推察があった。一方で化石は 生物起源ではない変わった形の岩石であり、想像論に基づいた時代認識が近世まで続いていた。近世にハイビルネサンスを経て自然科学の発展が始まり近代につながる地球科学の各分野が誕生した。16世紀17世紀17世紀から18世紀にかけて化石が大洪水による過去の生物の意外であるとの認識が広まる。 18世紀18世紀後半になると産業革命に伴う鉱山開発から岩石や化石に関する関心も高まり地質学や古生物学の基礎が形作られる。19世紀20世紀1940年代に質量分析機が開発され、50年代に放射性炭素年代測定が始まる。21世紀区分の仕方は大きくは古い方から明王代、太古代、 原生代、原生代の4つの類代、さらに細かく代、木、余、木と分類されている。これらの区分は化石体区分と呼ばれ、地層や化石の研究から導き出されたものである。これらの時代区分は動物化石をもとに分類されているので、植物症の変異とはずれがある。また第4期に関しては、人族の時代という区分である。地球年代学で定義する類代、 第、気、よ、気に相応する地層を、層助学及び、地質年代層助学では、類界、境、境、等、階と呼ぶ。また、地球年代学でいう前期、中期、後期に対しては、下部、中部、上部となる。右の表を参照。時代区分の定義、名称や規定年代等に関しては絶えず、見直されており、また合意に至っていないものも多々ある。 これらは国際地質科学連合、国際第四期学連合、国際総助委員会等で検討され、4年ごとに開催される万国地質学会議で批准されてきている。時代区分は化石すなわち過去の生物症によるものであり、地域ごとに特性がある。よって細かい時代区分では、各大陸での様相は均一ではなく、異なった区分が提唱されることもあり。 それらをすり合わせることが国際総助委員会の主な活動の一つである。当記事では公式、暫定を含め国際地質科学連合及び国際総助委員会の資料に基づき記述する。詳細は国際標準模式相談名及び地点を参照時代区分の開始年代は主にその区分に属する岩石や化石の放射年代測定によって統計誤差を伴った。 年代数値が割り出されているが、新生代の新代向き以降の年代数値は、放射年代測定の結果とよく適合し、気候変動を説明できる、日射量の変動サイクルによる絶対年代である、天文年代で定義されている。また、地層、岩石や化石資料の乏しい原生代以前に関しては、波数のない、大まかな天文年代で定義されている。 県世代後半の大陸の水位左へより、ペルム期末頃から三条期末頃、ジュラ期末頃引く、白秋末頃現在地球誕生以来、多くの重大事象が起き、初期の地球環境はかなり極端であったと予想されている。四十五点五億年前の月ができる原因となったと思われる天体との衝突があり、地球の時点速度は月誕生直後では一日が五から八時間で、月は、 地球から1.5から2万キロと近くにあり、非常に大きな超積力であった。その後徐々に1日が長くなると同時に、月が離れていった。2は1日は20.1時間で1年は435日であった。41億年前から38億年前の間には、後期重爆撃機と呼ばれる多くの天体衝突があり、初期の地球環境は何度も破壊された。以降も、 直径 10km を超える小惑星を含めた隕石の衝突があり、環境を激変させた。地球誕生直後はマグマで覆われていたが、比較的早期に冷えて固まり42億年前には、すでに海洋が形成されていたことが発見された岩石情報から推定されている。40億年前には、地温勾配は現在の3倍ほどで、25億年前には2倍ほどに、 なり、地球が冷え近くが形成され、マントルの大流により、超大陸の形成分裂が繰り返され、火山活動、作り山活動もそれに伴い引き起こされた。25億年前にはそれまでの海底での火星活動から大規模な陸上での火山活動が起きた。太陽の明るさは40億年前には、現在の70から75%と冷たい太陽であったが、 温室効果ガスによると考えられ気温は現在とほぼ同じであった。地時期は32億年前には現在の50%ぐらいで初期の地球大気を太陽風から守っていた。地時期の逆転は何度も起きている。幾度もの氷河時代が訪れており特に強い氷河時代には赤道付近まで凍結する雪玉地球の状態であったと推定されている。 これらの気候変動により数百メートルの幅で海水準変動が起きた。酸素濃度の推移。地質時代のほぼ中間で第三回イベントと呼ばれる大量の酸素放出が起き、それまでの還元環境から酸化環境となり、高気性生物の出現、その後の生物の陸上進出を可能にした。 また地学的事象との複合作用であるが、生物起源の地球環境の変化も起きており、その最たるものが24.5から18.5億年前の第三回イベントと呼ばれる有利酸素の大量供給である。推定では、現在の大気中の酸素の約10倍の酸素がこの期間に供給され、様々な酸化物を生成すると同時に、大気中の酸素濃度がゼロから、 現在の10%以上になった。8から3億年前にも大気中酸素濃度の急上昇が起きており、石炭期末には最大で現在の1.7倍になったと考えられている。約4億8830万から4億4000万年前頃にオゾン層が形成され生物の陸上進出が可能となる。生物の系統樹明王台には原始生命体が出現した。 太古代に原生生物の共通祖先が出現した。共通祖先から3度メインである、新生細菌、古細菌、新核生物へと分岐した。生物症は、その生育環境である、前述の地球環境に大きく依存している。地球誕生数億年後の冥王大末期に、有機化合物の化学進化により、原始生命体誕生。太古代に、 地球生物の共通祖先から新生細菌と古細菌へ分岐、そして幻覚生物が誕生した。地質時代の前半分は有利酸素のない還元環境における嫌気性生物の時代であった。その後起きた第三回イベントでは多くの嫌気性生物は絶滅し、酸化環境下での後期性生物の時代となった。現世代には初期の第三回イベントを境に、 深刻生物の時代となり有性生殖が始まり多細胞生物が誕生した。古生代の初期にはカンブリア爆発で海洋生物で硬い外骨格をまとった無脊椎動物が出現した。動物界ではカンブリア紀とオルドビス紀の無脊椎動物時代、シルル紀には昆虫の陸上進出があり、デボン紀の脊椎動物である魚類時代、石炭紀とペルム紀の両生類時代、 中世代の三畳期、ジュラ期、白亜紀の爬虫類時代、新世代の哺乳類時代に区分されている。一方植物界では、古世代のカンブリア期、オルドビス期、シルル期の藻類、金類時代、デボン期、石炭期、ペルム期中頃までのシダ植物時代、ペルム期中頃から、ジュラ期、白亜紀中頃までのラシ植物時代、以降現在までが、皮脂植物時代と区分されている。 詳細は、生命の起源及び、進化を、参照時代区分の詳細は、地質時代区分表を、参照国際総助委員会による、地質系統、地質年代表2015年1月版に準拠して、地質時代の区分を解説する。時代区分名に関しては、X2018-07 に基づく。すべての階層の規定年代について、 GSSP によって定義する作業が継続されている。2013年1月に X が発行した SUC 2013では規定年代が大幅に書き換わり、2015年、2016年と改定が続いている。また、おおよその数値を意味する波線は継続して使用されている。その後も改定作業は続いており、 X からは随時改定版が発表されている状況である。地質時代区分表も同様に S ック2013年版の内容に準拠した上で、その後の改定の内容を反映させるべく記事の更新作業が続いている。なお、地質時代区分の日本語名称に関しては、詳細表も含め、 2015年4月に改定された日本地質学会のガイドラインによる時代区分の配色は国際地質科学連合公認の世界地質水委員会発行のジオロジックタイムスケール2008で用いられている色によった。またこの節の表では開始年代の値について誤差は記入せず中央値のみを記載している。地学ではヒューマンスケールとは大きく異なった。 地質時代の長さを直感的に理解するために地質時代を1年や1日の帯グラフやパイチャートに割り当てて表示する手法がしばしば採用される。以下に46億年を1年に見立てた帯グラフを解説する。46億年を365日で割れると1日は1260万年、1時間は52万号値とし、1分は8752年。 1>, 1秒は146年に相当する。人生70年は0.5秒弱である。対して宇宙の年齢は3年に相当する。先カンブリア時代元日に地球が誕生し、1月5日に月が分離。2月17日にかけて原子界で化学反応により生命の元が出現する。以降6月初旬にかけて細菌や古細菌が誕生し、 卵巣が出現。6月から11月中旬にかけては、卵巣が繁栄して、酸素濃度が急上昇し、同時に大陸が形成される。11月19日以降が県生代で、質と量においてある程度の化石情報があり、いわゆる見える時代である。県生代生物多様化が起こり、11月26日には、生物が陸上へ進出。 12月15日から26日にかけて、恐竜の時代、続いて哺乳類の時代。新生大鳥類、哺乳類は繁栄する。12月27日頃から霊鳥類の適応分散が始まる。29日頃人浄化とオナガザル浄化に分岐。31日の午前6時頃人族とゴリラ族へ分岐。正午頃人亜族とチンパンジーア族に分岐。 第四期を溝かの夜7時に人族が現れ、原人、旧人、新人と適応分散した。20時半頃に、ジャワ原人、23時42分頃ミトコンドリアイブ、午前0時3分前に、ネアンデルタール人が絶滅。ギザのピラミッドが作られたのが23時59分30秒、頃で、西暦2000年は、最後の13.7秒に相当する。近世に、 鉱物資源探査に伴い地質学が発展し、同時に新旧の地層を研究する創除学の研究が進んできた。これらの研究は継続されており、地層区分や開始年代の見直しも随時行われている。18世紀には化石の出る地層と出ない地層、そして化石の出ない無生物の地層を第1期、原生生物とは異なった化石の第2期、 原生生物とほぼ同じ生物化石の出る地層第3期と大きく区分されていたが、その後の調査研究の進捗に伴い細かく区分され再定義され続けている。付け加えて国際定義の日本語化に関しては定義の変遷も見られる。ウィキペディア内の多岐にわたる地質時代関連記事の更新も随時行われているが、新旧の記述が混在しているのが現状である。 新生代の定義に関する議論詳細は、新生代第4期の区分定義決定までの議論を、参照第3期は、非公式1989年に、国際地質科学連合は、新生代を、ペイリアゲン、ネオゲネ、クワターネリーの3つの木からなるものとし、ターシャリの子を正式な用語から外した。2008年には、第3期が正式に、非公式用語となった。 第四期の開始年代2010年には人類の時代と定義されている第四期はそれ以前の時代区分であった新第三期、先進予、ジェラシアンが組み込まれ開始年代が180万年前から約260万年前へと大幅に遡った。開始年代の改定2014年から2016年にかけては年代値の多くに修正がなされてきている。 関心与の細文化と太古代を公認2018年7月には第4期関心与の細文化やカンブリア期の等、世で番号で呼ばれていたものの一部が命名された。また、アーケイアンの時代区分を未使用となっているアーキアゾーク由来の非生代としていたが、太古代へ変更し、太古代と表記することに決定されている。 複雑な日本語表記この他新生代の古代3期及び新第3期の名称の変更や同じく新生代の各期の名称についても議論が継続されている。JIS における地質年代の日本語表記の基本方針、引用 JIS に定める地質年代の日本語表記の基本方針はインターナショナルクロノストラタグラフックチャートにある地質年代単元名の英語読みをそのまま カタカナ表記にし、末尾に、年代単元あるいは、相乗単元を示すよ、等、期、会を添える。例えば、バシュキリアンの場合、年代を示す場合は、バシュキーリアン期、対応する、相乗単元を示す場合は、バシュキーリアン外となる。また、各期、よ、期の名称の翻訳も、地名の名詞か、形容詞か、案とし、それに、時代区分を復帰する方針になったが、 関連から旧称のまま残されているものもある。カンブリア期、ペルム期、ジュラ期などは方針に従えばカンブリアン期、ペルミアン期、ジュラシック期等となるべきものである。ウィキペディア日本語版における単語使用記事数を検索するとエディアから23件、エディアから82件となっている。また、地名の中には中国の地名がいくつかあるが、 日本地質学会の日本語表記の基本方針はインターナショナルクロノストラタグラフックチャートにある地質年代の英語綴りの発音をカタカナ表記することになっているので漢字で表記されることはない。改定の詳細については日本地質学会の地質系統年代の日本語記述ガイドライン改定履歴を参照。公式の国際年代創序表は国際創序委員会から発行される。 日本地質学会ではそれをもとに時代区文明、注意書きなどを和訳し発表している。日本地質学会による和訳発表には時間を要しており、国際総助委員会による最新バージョンとは異なっている場合もある。以下に国際総助委員会に情報を記する。国際総助委員会では2008年以降の核、チャート及び2012年以降の改定履歴を まとめている。これまでの国際年代総助表掲載バージョン2008、2009、2010、2012、2013、01、2014、02、2014、10、2015、01、2016、04、2016、10、2017、02、2018、07、2018年10月時点では国際総助委員会による 最新バージョンは2018-08であるが、日本地質学会の最新の和訳チャートは2018-07で最新の変更が反映されていない。国際総助委員会による X チャート2012オーガスト以降の改定履歴のまとめ以下の変更件数は2018年10月17日時点で、X チャートは2012年以降年1から3回発行されている。 発行履歴は以下、ありがとうございます。